皆さんこんにちは。テレビやネットではその一挙手一投足に注目が集まり、自身のパフォーマンスで観客を熱狂させる彼らプロアスリートたちは多くの人の尊敬や憧れの的といっても間違いないでしょう。しかし華やかに見える彼らの中にも借金に苦しんでいた選手がいました。そこで今回は借金に苦しんでいたプロアスリートについて調べましたのでご紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。高橋由伸、慶応義塾大学で三冠王を達成するなど多くの期待を受ける中、略指名でドラフト1位としてジャイアンツへ入団し、選手としてプロ18年で1753安打、321本塁打、986打点、通算打率2割9分1厘など打撃タイトルこそ取れなかったものの、ベストナイン2回、ゴールデングラブ賞7回など長い間安定してチームの主力として活躍し続けた高橋由伸さん。そんな高橋由伸さんは借金に苦しめられたアスリートの一人です。しかし高橋由伸さんが苦しんだ借金は自身のものではありませんでした。前述したように高橋由伸さんは大学時代全国でもトップクラスの選手でした。そして高橋由伸さん自身は当時ヤクルトで監督を務めていた野村克也さんの下でプレーしたかったようなのですが、実家の不動産会社がバブルが弾けたことにより多額の損失をかぶってしまいました。その額なんと60億円。そして父親が作った借金を返すために自身の行きたかったヤクルトではなく父や球団からの勧めで肩代わりを提案したジャイアンツに入団することになりました。しかし高橋由伸さんの不幸はこれでは終わりませんでした。借金を肩代わりしてもらったこともあってか、高橋由伸さんはその後もあらゆる場面でジャイアンツの要求を飲んできたそうです。噂程度の話もありますが、入団時に肩代わりしてもらった恩のためにフリーエージェント権を行使させてもらえない、まだプレーを続けたかったにもかかわらず野球賭博などによって球団のイメージが悪くなったために原監督が退任し、監督に就任するために急遽現役を引退させられ、監督に就任するなど父親とジャイアンツに振り回される野球人生だったそうです。現在は監督も退任され球団特別顧問の座についています。引退後の高橋由伸さんの人生がより良いものになることを願いましょう。江川卓、こちらも同じくジャイアンツに所属した選手で、ジャイアンツにドラフト1位で入団し、1981年には最多勝利、最高勝率、最高防御率、最多奪三振、最多完封で当時2リーグ制となって3人目となる投手5冠を達成するなど、通算9年で135勝72敗、1366奪三振、通算防御率 3.02 の成績を残しています。そんな江川卓さんも借金に苦しめられたアスリートです。江川卓さんはアマチュア時代から昭和の怪物と呼ばれるなど優れた成績を残しており、プロになっても投手5冠を達成するなど変わらずトップ選手でした。そんな江川卓選手でしたが、プロ入り直後に契約金を使って土地を購入するなど投資に対して積極的な方でした。それはプロ入り直後に買った土地で予定納税のことを失念しすぐに手放すという失敗の後も長らく続けており、現役時代は投げる不動産王とも呼ばれていたといいます。そうした投資によって一時は成功を収めた江川卓さんでしたが、バブル崩壊によって多額の借金を背負ってしまいました。その額は約50億円とも言われています。現役時代に輝かしい結果を残したにもかかわらず現在までジャイアンツの監督になっていないのはこの借金があるためとも言われており、この借金が本当に完済したのかは未だに分かっていません。江川卓さんは1987年限りで引退され、現在は野球解説者やテレビタレント、 YouTuber としても活動しています。桑田真澄、言わずと知れたジャイアンツの選手で晩年にはメジャーリーグにも挑戦した名投手桑田真澄さん、ジャイアンツで20年以上もの間投げ続けた鉄腕で沢村賞や MVP、 ベストナイン1回とゴールデングラブ賞を投手として最多タイとなる8回受賞しているジャイアンツのレジェンドです。しかしそんな桑田真澄さんも多額の借金を背負った一人でした。野球に対するひたむきな姿勢や同学年の清原和博さんとの対比から世間からは真面目なイメージを持たれている桑田真澄さん。そんな桑田真澄さんが借金を背負ってしまった理由は、実は桑田真澄さん本人によるものでは
ありませんでした。桑田真澄さんは江川卓さんと同じく投げる不動産屋などと呼ばれていましたが、前述の通り桑田真澄さん本人によるものではなく、桑田真澄さんの姉の元夫が引き起こした事件でした。桑田真澄さんとは関係のない人物が背負った借金だったにもかかわらず、名義が桑田真澄であったためにジャイアンツのグループがこの問題を解決するために動き、これを週刊誌などに書かれてしまったため、桑田真澄さんは他球団のファンから投げる不動産屋と呼ばれてしまいました。ちなみにこの時の借金は約20億円もあったようですが、すでに完済しているそうです。桑田真澄さんは現在ジャイアンツの2軍監督を務めています。アントニオ猪木、日本だけでなく世界中のプロレスファンに知られている燃える闘魂アントニオ猪木さん、かつて自身が設立した新日本プロレスで全日本プロレスとともに一時代を築いたアントニオ猪木さんでしたが、アントニオ猪木さんも多額の借金に苦しんだ方でした。アントニオ猪木さんは13歳の時に貧困を抜け出そうと家族でブラジルに渡っていましたが、17歳で力道山さんに直接スカウトされプロレスラーとなりました。その後ジャイアントババさんと BI4 として有名になり、それからほどなくして新日本プロレスを旗揚げしました。それからはご存知の通り、自身の異種格闘技戦やタイガーマスクなどの多数のスター選手の誕生によりゴールデンタイムで放送されるなど、プロレスは大人気となりました。こうした成功からアントニオ猪木さんは多額のお金を手にしましたが、アントニオ猪木さんは多くの事業に手を出したり自らも派手にお金を使ったりなどし、借金を背負うようになってしまいました。事業の中には一つで数十億円もの負債を抱えてしまったものもあるようで、引退も金銭トラブルによる裁判も起こされていました。ジャンボ尾崎、元プロ野球選手としてゴルファーに転身し見事大成したジャンボ尾崎さん、世界プロツアー最多記録となる113回の優勝と国内プロツアー最多記録の12回の賞金王で、生涯獲得賞金は25億を超えているなど、借金とはかけ離れた存在のように思えます。しかしジャンボ尾崎さんも多額の借金を抱えたアスリートでした。ジャンボ尾崎さんの借金のニュースが出たのは2005年のことでした。きっかけは当時ジャンボ尾崎さんが契約していたクラブメーカーが倒産してしまったことが関係していました。1997年、ジャンボ尾崎さんはそれまで契約していたブリヂストンとの契約を打ち切り、新興の無名クラブメーカーであるワールドワンと契約しました。この契約内容は10億を超える契約金に加え、自宅と隣接する土地に練習場や研究所を作るといった破格の待遇でした。しかしワールドワンは評判があまり良くなく、暴力団との関わりも噂されていたそうです。そして翌年の1998年にオーナーが逮捕されてしまいました。またジャンボ尾崎さんはゴルフ学校を設立するために不動産投資に資金を注ぎ込んでいました。しかし他の選手たちと同じようにバブル崩壊によって借金が膨れ上がってしまいました。この負債に契約会社の倒産が重なり、50億円を超える負債を抱えてしまったそうです。結局ジャンボ尾崎さんは民事再生を取り、負債額は16億円まで減額。本人は完済したと主張しているものの、本当に完済しているのかは分かっていません。貴乃花光司、叔父に双子山親方、父親に大関若乃花さんを持ち、若鷹兄弟として兄の第66代横綱若花田さんと共に相撲ブームを巻き起こした貴乃花光司さん、自身も第65代横綱として大活躍していた貴乃花光司さんですが、貴乃花光司さんも多額の借金を背負ったアスリートの一人です。貴乃花光司さんは現役時代かなりの人気を誇り、収入もその人気に応じたものだったといいます。しかし30歳にして都内に5億円とも言われる豪邸を建設したり、 IT 関連事業に投資して10億から数十億にも上る借金を作ってしまったそうです。現役時代にかなりの金額を稼ぎ、引退時の断髪式では5億を超えるお金を手に入れたとも言われる貴乃花光司さん、それでも借金は返せず5億円の豪邸は売却し、谷町の手を借りてなんとか完済したと言われています。その後日本相撲協会理事などさまざまな役職を歴任し、各界に貢献している貴乃花光司さん、現在は CM やテレビ番組に出演するなどタレントとして活躍されています。これからもさまざまな面から
各界の発展に貢献してほしいですね。掛布雅之、現役時代はタイガース一筋で15年間プレーし、本塁打王3回、打点王2回、最高出塁率3回など現役通算で1656安打、349本塁打、1019打点を挙げるなど活躍、ミスタータイガースとも呼ばれている名選手掛布雅之さん。タレントとしても人気で、テレビなどで見ることも多いです。そんな掛布雅之さんですが、過去に多額の借金を抱えた一人でした。掛布雅之さんは現役時代1年目から1軍で出場しており、2年目にして100試合に出場していました。年俸も当時にしては高く、最高年俸は8800万円とも言われています。当時は三冠王を獲得していた落合博満さんが初の1億円に到達していたことを考えると、かなりの高級取りです。そして生涯年俸が5億を超える掛布雅之さん、借金を抱えるようになったのは引退後のことでした。1988年限りで引退した掛布雅之さんは自身で会社を立ち上げ、飲食店やスポーツ用品店を経営していました。2006年には年商1億4000万円を売り上げたという掛布雅之さんでしたが、手を広げすぎていると周りから言われる通り、年々売り上げが減少し、負債を抱えるようになっていきました。そして負債額は膨らんでいき、2009年9月、掛布雅之さんが運営する株式会社掛布と掛布企画の2社に大阪地裁により借入金総額1億5000万円の支払いを命じられたというニュースが報道されました。そして結局負債は総額4億円に上ると言われており、差し押さえなどを経て掛布雅之さんは現在も借金を返済しているそうです。この借金がミスタータイガースとまで呼ばれた掛布雅之さんが阪神タイガースの監督を務められない理由だと言われています。坂田渉、ハッスル兄貴やラブ&ハッスルと呼ばれ、プロレスラーや総合格闘家として活躍した坂田渉さん、奥さんがタレントの小池栄子さんということもあり、名前を聞いたことある方も多いかもしれません。この坂田渉さんも多額の借金を抱えているアスリートです。坂田渉さんは高校時代に極真空手を経験し、高校卒業後に元プロレスラーのアニマル浜口さんの道場であるアニマル浜口ジムに入門、20歳だった1993年にリングスに入団し、翌年にデビューを果たしましたが、あまり目立つことはできていませんでした。それでも2年後の1996年に UWF インターナショナルから移籍してきた田村清さんに師事し成長、2001年にはリングスを退団し坂田道場を設立、エボリューションを結成。この後は総合格闘家やプロレスラーとしてプライドやゼロワンなどに参加していました。そして2007年に小池栄子さんと入籍しています。そんな坂田渉さんですが、2012年に借金が報道され話題を呼びました。坂田渉さんは2006年に東京渋谷区に居酒屋ダイニング渉をオープンし、その資金調達のために前年にパチンコ関連の経営者から5700万円の借金をしていました。そしてこの会社が税金を滞納しており、国税局に坂田渉さんへの請求権を差し押さえられ、坂田渉さんは5700万円は自分の知名度を使ったことによる対価として支払いを拒否したため、借金が明るみに出てしまいました。坂田渉さんはその後もいくつかの事業に手を出し、膨らんだ負債は3億円にまで上るといいます。ちなみにこの返済のために小池栄子さんがタレントとして活動しているにもかかわらず、坂田渉さんはサーフィンやゴルフを楽しんでいます。この態度から世間からは現在ヒモと呼ばれています。ガッツ石松、かつてボクシングの世界チャンピオンとして活躍し、引退後もおしんや北の国からなどで俳優としても活躍、俳優としてだけでなくタレントとしてバラエティにも出演していたボクシング界のレジェンドガッツ石松さん。そんなガッツ石松さんも過去に多額の借金を抱えていた一人です。ガッツ石松さんは1966年の12月11日に1回 KO 勝ちでデビュー当時は鈴木石松という名前でしたが、ジム側がガッツのあるボクサーになってくれるようにとガッツ石松と改名しました。そして1974年に WBC 世界ライト級チャンピオンを獲得、この王座を連続5度の防衛に成功しました。この体感から4年後の1978年に引退し、タレント活動を開始しました。自身でもボクシングで強くなる目的は有名になって映画に出たいからだった、
有名になって健さん、高倉健と共演したかったと語るように、ボクサーになる前から俳優になりたかったガッツ石松さんは、前述したようにそれから俳優として活躍を果たしています。そんなガッツ石松さんは1996年に自民党公認候補として東京9区から衆議院選挙に出馬。選挙資金のために自宅を抵当に入れるなどして借金を重ねましたが、結果は落選。借金だけが残り、その額は約3億円ほどだったそうです。他にもスナック、喫茶店、サパークラブなど様々な商売に手を出し借金を作っていたガッツ石松さんですが、現在ではその借金は完済しているそうです。福原愛、愛ちゃんの愛称で日本中で有名になった元卓球選手の福原愛さん、知名度だけでなく実力もあり、史上初の全日本グランドスラムを達成し、オリンピックでは2012年のロンドン大会で銀メダル、2016年のリオ大会では銅メダルを獲得しています。そんな福原愛さんも多額の借金を返済していた一人でした。幼少期から4歳児に宮城県大会の小学生のクラスで優勝し、全国大会でもベスト16に入りました。小学生未満にもかかわらず小学生のクラスの全国大会でも活躍したことで天才卓球少女としてテレビに取り上げられるようになった幼少期の福原愛さん、泣き虫愛ちゃんなどの愛称でも有名になりました。しかしこの頃テレビ番組や CM などで露出していた福原愛さんの背後には経営がうまくいかず、バブル崩壊も重なって1億5000万円ほどの負債を抱えてしまった父親の影がありました。つまり当時から福原愛さんは父親の負債の返済のためにテレビに出演していたと言われています。そして実際になった福原愛さんはプロ宣言をし、ミキハウスと契約しましたが、この契約金も返済に充てられていたそうです。こうして福原愛さんの稼いだお金を返済に充てていた父親の会社でしたが、結局福原愛さんが中学生の時に3億5000万円の負債を残して倒産してしまいます。その後2005年に契約金が高いと言われているグランプリに移籍し、4年契約を結びます。しかしその契約も2年で打ち切り、 ANA とスポンサー契約を結びました。この契約も父親の意思によるものだと言われています。この新たな契約から1年後福原愛さんは父親と絶縁しています。この頃福原愛さんは中国のテレビ番組に出演した際、家族の稼ぎを担うことは大変ですかと質問されると泣き出してしまったこともあったそうです。父と絶縁後は兄がマネージメントを引き受けています。安田忠雄、元大相撲力士、元総合格闘家、元プロレスラーといくつもの職業を経験してきた借金王こと安田忠雄さん、異名が物語っているように、もちろんこの方も多額の借金を抱えたアスリートの一人です。安田忠雄さんは中学3年生の時に九重部屋からの勧誘を受け入門。1986年9月、1987年9月に金星を挙げ、1990年5月には11勝4敗で敢闘賞を受賞。しかしその後が続かず、1992年5月をもって廃業しました。力士を辞めると新日本プロレスに入門、翌年の日本武道館でデビューを飾りました。それからは中堅レスラーとして活躍していましたが、安田忠雄さんにはとある致命的な悪癖がありました。それはギャンブルが好きすぎることです。さらにギャンブル好きが高じ、借金まで作っていました。このせいで安田忠雄さんは家族と離縁しています。それからというもの、総合格闘家としてデビューし大活躍、プロレスラーとしても団体の一番上のベルトである IWGP ヘビー級王座を戴冠するなど順風満帆な人生を送りました。しかしギャンブルをやめることができず、新日本プロレスを2005年に解雇となります。それから2年後の2007年には自宅で練炭自殺を図っています。最悪の事態は免れたものの、生き残っても更生することはできず、現在も正確な金額は明かされていないものの、借金は未だ完済できていないといいます。市場康弘、明治大学を卒業後2005年に自由獲得枠で東北楽天ゴールデンイーグルスに入団。2012年に引退するまで8年間プロ野球選手として活躍していた元プロ野球選手の市場康弘さん。市場康弘さんも借金に苦しんだアスリートの一人です。市場康弘さんは桐生第一高等学校で2年生の時に甲子園に出場、
3年生でも初戦敗退ではあったものの、エースナンバーの1番を背負って甲子園に出場しました。その後は明治大学に進学し、当時の6大学史上最速となる 154km 毎時を記録。チームは優勝し、ベスト9にも選ばれました。しかし、この年のドラフトで巨人、阪神、横浜などから養育費と称して総額約300万円ほどを受け取っていたことが発覚。結果、2005年にドラフト1位として新設球団だったイーグルスに入団。それでも入団記者会見ではメジャー挑戦も宣言していました。この時、契約金1億円、年俸1500万円という破格の条件でプロ生活をスタートした市林浩さん。2年目には30試合に先発登板し、7勝14敗、防御率 4.37 で年俸は3000万円にまで上がっていますが、それ以降は登板機会をもらうも結果を残せず、2012年に戦力外通告を受けました。引退後は営業として働きながら子供に野球を教えていましたが、居住と投資のために仙台市内に購入していた2軒の分譲マンションが東日本大震災の被害により半壊。2軒とも売却しますが、転職して働いていた先で月30万円では数千万円の残っていたローンの元金が減らないとして、最終的に自己破産しています。この時、この自己破産をテレビ番組で明かしたことで話題を呼びました。いかがでしたか？今回は借金に苦しんだプロアスリートをご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。